さあそれではいよいよ東京競馬場、今日は4歳のダートの頂点を競い合います、はい、ユニコーンステークスグレード3が行われます。16頭がずらり勢ぞろいいたしました。こちら4歳のオープンレースダート1600メートルの戦いです。関西から4頭、それから、地方船橋の馬ですね、はい、これが2頭出走しています。しかしながら前走を勝っている馬というのが16頭のうち8頭いますんでね、はい、勢いというのも侮れません。人気の方は16番の湘南ナンバー、依然として1番人気の 2.2倍、それを言います8番のワシントンカラー 4.5倍、3番の大気シャトル5倍、ちょっと置いて10番のサプライズパワーが 8.2 倍となっています。枠連です。やはり8枠を中心に売れています。1番人気は48の 6.7倍、続いて28の 6.8倍です、うん、やはり8枠湘南ナンバーのいる枠から人気を集めているようですね、はい。馬連です、うん、こちらは16番中心、8番16番、そして3番16番といったところ人気を集めています。さあ第2回ユニコーンステークス、それではご覧いただきます。東京のメインは第2回のユニコーンステークス、ダートの1600メートルの競争、今年から東京に舞台を移して行われる4歳の秋のダート戦線、三冠の第一関門ということになります。地方競馬からはサプライズパワーと不動王の2頭、船橋の2頭が参戦していますが、不動王レース前に砲馬というアクシデントもありましたが、馬体検査の結果異常なし、レースには出場します。ゲートインは順調で15番のスターマイサドルが最後になります。確認を終えて今係員が離れていきます。ゲートイン完了、スタートしました。湘南ナンバー好スタートを切りました。ワシントンカラーもいいスタートを切っています。これをかわして外から不動王が一気に行きました。内をついては人気の1頭、3番の大気シャトルでありますが、これをかわして白山ランディが行っています。あと5番手には内からクレバーフォーマー上がっていきました。その後ろでありますが黄色い帽子、マコトライデンの方が先の方に行きました。そしてその後ろですが大隅ジェットが外をついています。あとは内をついてクイックミスアキ、それから1番のビコーライジン、ちょっと行き足がつかないという格好です。外からこれをかわして金平、あるいはサプライズパワー湘南ナンバーというところ一気に固まって上がっていきました。その後ろには15番のスターマイサドル、あとは外を通って7番のナモンレグラス、その後ろですが1馬身差、外を通りまして緑の帽子が上がっていきますが、テームメガトンであります。それから2馬身差、後方からは固まっていっていますが、内1番のビコーライジンがやや後退しています。変わってこれをかわして外を通って誠無敵であります。 3,4 コーナー中間点に早くも前が差し掛かりました。さあ欅の向こう側を通過しています。前の方が固まりつつありますが、内5番の白山ランディ、そしてその外を通っては不動です。あとはさらに外からワシントンから大隅ジェット、ずーっと上がってきました。そしてそのうちには大気シャトル黒い帽子、4コーナーカーブから直線コースへ見ています。湘南ナンバーはその後ろのピンクの帽子。さあ直線の戦い400を通過、前は不動が粘っている、不動を粘っている、その外からワシントンから大気シャトル間をついた大隅ジェット、外からは4番のクイックミスヤキ。さあ2代目チャンピオン決定は残りあと 200m というところになりました。ワシントンカラーが先頭ですが、内から大気シャトルが上がってきている。この2頭のマッチレース、大気シャトルが抜ける、大気シャトルが抜ける、残り100で大気シャトル先頭、ワシントンから2番手、大気シャトル強い強い、2馬身のリード、1着で今ゴールイン、2着にワシントンから、3着オスミジェット、強かった大気シャトル、スーッと直線内から抜け出してきました。2代目チャンピオンは大気シャトル、これが、ご覧いただきました東京のグレード3のユニコーンステークスなんですが、どうやら黒い帽子、大気シャトル号、これは強いと ね、実況のアナウンサーの方も言っていました。余裕余裕を持ってのゴールインとなったようです。そして2着には8番のワシントンカラー、人気の馬ですね、はい、うん、そして3着争い微妙だったんですけれども、うん、関西馬来ましたかね、はい、大隅ジェット13番、うん、ねえ本当に頑張ってくれるといいんですけれども、確定までしばらくお待ちいただきたいと思います。さあ最後の直線もう一度ご覧いただきましょう。先に前に行ったのはワシントンカラーだったんですが、はい、その内からですね、もう岡部騎手の無知一戦、もう人馬一体、もう見事という感じで大気シャトルが上がってきます。常に内を通ってたみたいですよね、うん、はい、コーナーのところで前どうかなと思ったんですけども、うまく開きましたし、そうですね、もうここで一馬身の差をつけて悠々とゴールインという形になりましたでしょうか。しかしながらワシントンカラーもよく頑張りました。そして3着争いが結構熾烈なんですが、そうですね、中からオレンジの帽子のオスミジェットが抜けた模様に見られます。確定までしばらくお待ちいただきたいと思います、はい。